はですね、今日の試合 VTR でここで振り返っていきたいと思います。さあ、その第1マッチのダブルスでした。今インタビューでね、前田平野ありましたが、まあ、前回この鈴木それからヤンハウンのペアに敗れてるんですけども、前回の試合が少し投石にも単調だったというところを修正して臨んだと、はい、まあ、そこはでもゲームの中で見えてましたよね。そうですね、鈴木選手のよくフォアを狙っていたり、ヤン選手のバックを攻めるというところはすごい分かったので、はいはい、とても良かったですね。そうですね、はい、まあ、それにヤン選手もよく対応もしてたり、鈴木選手も動いてたんですけどね。そうですね、はい、まあ、この前田はやっぱ単調になるとちょっと見どころがあんまりないですけど、逆に思い切ってくるとちょっと手つけられてくなってきますもんね。そうですね、はい、思い切ってやるとやっぱりいいプレーしますね。そうですよね、はい、そしてこの平野の元々の自力、このペアもなかなかいい試合を見せましてダブルス取りました。あと4試合も楽しみなペアですね。そうですね、はい、そして第2マッチ、なんかイスラバーでブロックが出るなという感じですけど。そうですね、はい、秀沢強化とチョンジヒ、このチョンジヒも秀沢に対応しているというよりはやっぱり我慢したという感じではありましたよね。そうですね、我慢して最後思い切っていったというところはあると思います、まあ、はい、相手の戦型にもよりますけど我慢が必要な戦型なので、うん、でも要所要所で今みたいに鋭いボールを本当に打ってましたね。 そして第3マッチ、今度はチェン・ズーユとリン・ギエ、リン・ギエはこれが T リーグ最初のゲームでした。この試合もチェン・ズーユがやはり我慢していたというか、そうですね、苦しかったと思いますよね、はい、やはり YG サービスだったりチキータに手こずってましたから。そうですよね、はい、で甘いボールが行けば今みたいにドンと打たれる、はい、で YG ばかりかなと思ったら今度はサービスも多様に出してきたということで。そうですね、はい、なかなかリンギエもいろいろ多彩な攻めを見せていたんですが、本当によく我慢した。まあ、男子はパワフルなプレーじゃないと言いますけど、やはりパワフルですよね。そうですね、はい、前陣の中で速いピッチで、チャンスを作って最後ドンと締める、うん、はい、これTリーグ、野島Tリーグ一つポイントなのはこの外国選手のトップ選手同士がこうやってゲームをしたときに、はい、まあ、男子もそうなんですけど女子は意外とパワフルな試合多いんですよね。そうですね、うん、さあそして第4マッチ、はい、ユモンユヤンハウン、いやー、これもユモンユが結果的には我慢をしていたという形ではありましたよね。そうですね、1ゲーム目豪快なフォアハンドで一気に差が開いたんですね、はい、一方的になるのかなと思いきや、はい、やはり作戦変更して変えてきましたから。そうですね、はい、それだけヤンハウンもしっかりと対応し、そして作戦も変え自分の流れに持っていき、7-0 から逆転、まあ、取られたんですけども、その後の流れが第1ゲームですよね。そうですね、ヤンハンよく作ったんですよね、はいはい、ただ最後はユモンユが我慢をしてという形で第5ゲームは一歩的になっちゃいましたけど。そうですね、はい、まあ、それでも最後4球目を攻めてたりですね、はい、得点につながってもおかしくなかったと思うので。そうなんですよね、はい。